こんにちは。フリーランスのシステムエンジニアのゆうたです。今日はですね、Windows サーバーの2019が、3月20日に出たというところで、それについてお話をしたいなと思います。で、2019なんですけど、今、商用で使われている最新版が2016ですね。で、それから何が変わったんですかっていう話なんですけど、大きなところを、大きな、違いのところを挙げていこうかなと思います。でも今、アット IT をね、見ながら話しているんですけどもね。で、一つ目は、ハイブリッドクラウドっていうところで、これは何かっていうと、Windows の、オンプレミス環境と、Windows のパブリッククラウドが融合されたものっていうのが、マイクロソフトは今後、主流になっていくというか、それがどんどん使われ始めるっていうところを、考えていて、それに対応するような、プラットフォームが入りますというところですね。で、これは、何かっていうと、何かっていうととか、オンプレだったら、この場合、Windows Server 2019。パブリックだったら、Azure とかを指してると思うんですけど、それの接続をね、簡単に行える仕組みであったりだとか、書いてあるのは、Azure Backup、Azure File Sync っていうところで、オンプレのディザスタリカバリー環境を Azure に設置して、Azure の方にオンプレのバックアップを、流すだったりだとか、そういう用途をより簡単にできるようにしているみたいです。で、2つ目が、Windows Defender Advanced Threat Protection っていうのが入るみたい。で、これは、2016だったり Windows 10っていうのは Windows Defender がすでに、デフォルトで入っているんですけれども、それに加えて、今の Windows Defender って多分、ウイルス検知っていうのが、とかかな？だろうかな？とかなんですけど、それに加えて、侵入前検知だったり、ゼロデイアタックだったりっていうのを、防げるようになっているみたいです。で、3つ目が、アプリケーションプラットフォームっていうところで、Windows Subsystem on Linux っていうのが、標準搭載されるみたいです。これって、要は Windows サーバー上で、Linux が動くんですね。っていうのは、仮想マシンとして Linux を起動するわけではなくて、簡単に言うと、Windows の一つのプロセスとして Linux を立ち上げる。コンテナ型っていうんですけど、そういう形でね、立ち上げることができるようになるみたいです。これによる利点は何かっていうと、わかりやすいところで言うと、Linux のコマンドが簡単に使えるってところですよね。SSH だったり、curl とか、wget とかもそうですかね。だからそういうのが、使えるようになって、多分、あれなんですよね。開発系の方向けの、コンポーネントっていうか、そういうものだと思うんですけども、要はそれが
Windows サブシステム on Linux が、標準搭載されるようになりましたというところですね。で、まあ、大きなところというか、分かりやすいところで言うと、そんな感じかなと思います。で、まあ、Windows Server 2019自体は、すでにマイクロソフトから、プレビュー版がね、ダウンロードできるようになっているみたいなので、それを落として、いじってみたみたいな動画を上げれたらいいなと思っています。という感じですかね。はい。はい。では、ご視聴ありがとうございました。